ワイスがデザインしたグリッターファイル&ポスターセットになります。こちらが推しのももちゃんです。新ママです。今回は TWICE と渋谷109とのポップアップストアが開催決定しました。今回日本デビュー5周年記念としてファーストラインナップが公開されたので見ていきたいと思います。今回渋谷109渋谷店、渋谷109阿倍野店、近鉄パッセ、JYP ジャパンオンラインストア、ワースジャパンオフィシャルショップにて発売されます。東京、大阪、愛知に近い方、行ける方はこちら実際のお店にてグッズを購入することができます。お店に直接行けない人は JYP ジャパンオンラインストア、ワースジャパンオンラインショップにて購入することができます。では早速見ていきます。今回のポップアップストア開催期間が渋谷店と阿倍野店は7月1日から7月31日までになります。そして近鉄パッセは7月16日から7月24日までになります。お店に行く方は一時は6月26日12時から先着で受付があるので、行く方は忘れずに予約してください。そして2時は7月9日12時からあります。今回ファーストラインナップと書いてあります。こちら今第1弾のグッズが表示されているんですけど、7月16日からは第2弾のグッズラインナップも発売されます。7月16日からは第1弾でまだ売り切れになってない商品と第2弾のグッズが売られています。それでは第1弾のグッズ見てみましょう。まずグリッターファイル&ポスターセットになります。こちら1400円です。グリッターファイルは TWICE がデザインしたようですね。グリッターファイルのデザインはみんな共通で、中にグリッターが入っています。でこのグリッターは上下や左右に動かすと揺れるの動く感じになっています。そしてグリッターもメンバーカラーになってますね。この写真の方はポスターです。まだサイズがわからないんですけど、おそらく A4 なのかなって考えてます。続いてファブリックポスター2800円になります。写真もちょっとポスターセットとは違います。でこちらファブリックというのは布になります。なので布のポスターということになりますね。ハートのバルーンを持ったり受話器を持ったり、人それぞれ持ってたり、あとポーズしたりしてますね。すごい、ももりんとちよんちゃんが同じポーズだ。続いてポストカードセット4枚入りになります。こちら1600円です。これは A 版がなよんちゃん、じょうよんちゃん、ももちゃん、 B 版がすなちゃん、じひょちゃん、みなちゃん、 C 版がたひょんちゃん、ちよんちゃん、ついちゃんになります。年齢順ですね。そしてプラスそれぞれ集合が1枚載ってます。集合写真は絵柄がちょっと違います。あとこういうあの A とか B とか C とか書いてるのは年齢順じゃなくて結構バラバラなことが多かったんですけど、戻りました。ちょっと嬉しいです。続いてランダムミニキャンバスマグネット、こちらランダム9種類です。そして800円。以前もキャンバスというあのグッズはあったんですけど、今回マグネットということで磁石がついてますね。以前は美術のキャンバスみたいに台座がついてたんですけど、今回はマグネットになっています。次は TWICE ラブリーズレンキュラーピンバッジ1200円になります。結構前なんですけど、ドリームデーの TWICE くじのリーショーになんかそのレンチキュラー缶バッジがあったんですけど、今回ラブリーのピンバッジですね。そしてその後に TWICE ライツでレンチキュラーピンバッジもあったりしました。今回はハート型ですね。そして変わってるのが背景の色が白からちょっと上ら辺がピンクに変わってます。あと風船の位置がちょこっと上になってます、ね、背景は全員同じでメンバーの表情も変わらないですね。
左右に傾けて横などから見るとこういう風に絵柄が変わります。最後にグラスセット、そしてこちらが2種類で4200円になります。これはデザイントワイスが考えました。セーブレートって書いてあるものと、あと日本語でおめでとうって書いてあるのが2種類で入ってます。真ん中は同じです。これは多分1人ずつメンバーが書いたのをプリントしたのかな、ちょっとモンゴルにわからないんですけど、あります。最後に特典として1回のお会計で1万円以上買うとトワイスのメッセージカードがプレゼントされます。これは1万円ごとに1枚プレゼントされます。ですので、例えば2万円買うと2枚、3万円買うと3枚などと1万円ごとに増えてきます。私が今気になっているのはトワイスがデザインしたグリッターファイル&ポスターセットになります。こちらが推しのももちゃんです。そして、あとランダムミニキャンバスマグネット、こちらも冷蔵庫などにつけて可愛いのかなって思って気になっております。な感じですか。グラスセットもなんか可愛いんですけど、あまりこういうグラス使わないのでちょっとまだわからないです。そしてグッズとは別に、今回渋谷109と TWICE がサマーセールコラボしています。7月1日から7月18日までになります。ポップアップストアがあるのはもちろん、サイン入りポスタープレゼントやノベルティープレゼント、オリジナルデジタルカレンダープレゼントなどがあります。そしてエキシビジョンとしてフォトスポット、衣装店などもあります。私はこれに結構行きたいなって思ってます。最後に館内 BGM としてセレブレートに収録されている楽曲や歴代の人気曲が流れるそうです。そしてこちらのサイトはTwitter だったり TWICE の公式サイトが紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。皆さんは何のグッズを買いますか？フォトスポットや衣装店に行きますか？ぜひぜひ教えてください。それではバイバーイ。